折り紙の紙風船と LED のイルミネーションライトを使ってジャックオランタンを作ってみました。折り紙は3種類用意しています。ダウンロードしてお使いください。プリントアウトして周りを切り取ります。重ねてホッチキスで留め、カッターで周りを切り取ると1枚ずつ切るよりも早く簡単にできます。まずはじめに顔が見える面を上にして四角く折ります。一度開いてもう一度四角に折ります。今度は開いてオレンジ色が見えるように三角に折ったら、もう一度開いて顔が見えるように三角に折ります。次に顔が隠れるようにこの折り目をかぶせたら、この尖っている部分は反対側に倒します。上下をひっくり返して真ん中で三角に折り上げます。緑色のヘタの部分が見えます。裏側も同じように折ります。これを横にして角の部分を真ん中に合わせて折っていきます。ヘタの模様がついていない方を下にしてペラペラの部分を三角に折り上げます。さらに斜めに折り上げます。この部分の間を開いて三角に折ったところを入れ込みます。裏側も全く同じように折ります。間を開いてみるとこんな風に顔が出てきます。空気を吹き込むときはストローを使うと便利です。十分膨らまないときには紙風船を少し引っ張ってから息を吹き込みましょう。これで出来上がりました。同じようにして表情の違う紙風船をたくさん作ります。これを LED イルミネーションライトでつないでみましょう。ライトは10センチ間隔に20個つながったものを使いました。ワイヤーが絡まないように伸ばしておきます。わかりやすいようにライトをつけてやってみましょう。端から2番目と3番目の間のワイヤーを左右に引っ張って広げます。広げた片方の先を紙風船の穴に通します。そのままライトも一緒にグッと押し込み、広げた反対側のワイヤーまで押し込んでしまいます。この状態で外に出ているワイヤーをそっと引っ張ると、風船の中のワイヤーも広がって抜けなくなります。ライトを1個飛ばしたら、また同じようにワイヤーを広げて紙風船の中に差し込んでいきます。これを繰り返して紙風船をつないでいきます。暗いところでライトをつけると、ジャックオランタンの出来上がりです。ワイヤーをプッシュピンに引っ掛けるようにして壁面に飾ることもできます。もう一つ別の方法もご紹介しましょう。こちらは葉っぱがついているだけでなく、ランタンもしっかりと固定できます。端から2番目と3番目のライトをぴったりと合わせて、ワイヤーを2つ折りにしたら、さらにライトのところで2つ折りにします。折り曲げたワイヤーと残りのワイヤーをほどけないようにしっかりとねじります。それからライトの部分を両側に広げます。ライトを1つ飛ばしながら同じ作業を繰り返していきます。この広がっているところをかぼちゃのランタンの中に差し込みます。間のライトにはかぼちゃの葉っぱを貼ります。かぼちゃの葉っぱは
説明欄からダウンロードしてください。そのまま印刷すると大きすぎるので4分の1サイズに印刷しています。これを切り分けて真ん中の白い線のところで2つ折りにします。一度広げて折り目のあたりに糊をつけ、もう一度2つ折りにします。それから葉っぱの線に沿って周りを切り落とします。葉っぱの付け根は曲がりがきついので、くるりと回すようにして切ってください。2枚重なって先の部分が開くようになります。間のライトの数だけ作っておきましょう。一番端のライトに小さな葉っぱを貼ります。間に糊をつけて挟み込むようにぎゅっと押さえてください。次のライトは紙風船に差し込みます。まず片方のライトだけを紙風船の中に差し込みます。そして残りのライトとワイヤーをぐっと中に入れて、そしてこれで開けば固定されます。次のライトに先ほどと同じように葉っぱを貼ります。その次の2つに開いたライトはまた同じように風船の中に差し込みます。片方を差し込んで全部ぎゅーっと押し込んでワイヤーを開きます。これを繰り返していくと葉っぱがついてつながったランタンができます。この葉っぱは初めに紹介した方法でも使えます。つながっているので上から吊るしたり壁面に飾ったり、もちろん棚の上に置いたり、いろいろな飾り方を楽しむことができます。